今回はこちらのダイハツアトレスズキのエブリィと人気を二分するダイハツの軽商業車でございますハイゼットと兄弟のお車のようでございますこのような純正シートの裏側のハードな景色を見てからレカロの裏側のピレリーマットをご覧になればどなたも早くシートを変えた方が良いとお感じになるのではないでしょうか今回のアトレ様は東京環状 時計の針で3時の方向からはるばるジェットセットまでお越しいただきました。あらかじめお電話にてご要命をいただいた上、おいでいただいた時にはすっきりさっぱりと装着を済ませた模様でございます。ぜひ同様なお車でお尻が痺れる、腰が少し痛いと思いのお客様、ぜひジェットセットにお早めにアクセスをお願いいたします。